東京都の新型コロナの感染者数が3日連続で200人超えとなったことについて、菅官房長官は引き続き緊急事態の再宣言に否定的な姿勢を強調しました。今日206名でありますけど、ただこれによってまた緊急宣言をするんですか、よく聞かれますけれども、政府としては今の社会経済活動を進めていくという方針には変わりはありません。菅長官は陽性者の数が増えていることについて、検査数を大幅に拡充した結果だという認識を示しました。また今は2割弱しかベッドを使っていないと述べ、病床に余裕があり、緊急事態宣言を発令した4月とは状況が違うと強調しました。その上で社会経済活動の段階を少しずつ上げていくと述べ、政府の方針に理解を求めました。